はい、じゃあすみません、じゃあ顎の、ね、4点調整をしますけど、はい、先にすみません、ちょっともう一回あの口を上げたり閉じたりして、はい、はい、今の感じと教えてもらっていい？この左側の、はい、この一番奥歯というか、はいはい、ベッド下の、うん、結合部分がちょっとやっぱり痛い、ね、痛い感じね、うん、はい、じゃあ、まあ、痛いと一番、はい、あの分かりやすいかもしれない、取れるかどうか分かんないけど、はい、それとこの腎臓を伸ばして、はい、で、また頭から後ろから押しますので、はい、またね、顎の後ろ側です、一回右の顎の後ろ側を一回意識させて押します。で、これ今、ね、中心がグッてくる感じが分かりますね、はい、で、顎の前ですね、押します。で、まあ、ね、軸がしっかりつけるので、はい、どうですかね、はい、まあ、やっぱりこれが抜けちゃってるんで、はい、手前側はこうやって入ってるんで、まあ、必ずしもあのこっちが悪いからこっちが抜ける人もいるんだけど、とりあえず、まあ、結構きれいに抜けてるんで、はい、そしてですね、右手を頭の後ろにグーを、はい、はい、はい、そうですね、これ左手、はい、はい、いいですか、ここですよね、はい、対してごめんなさい、また右の肘をモニターにしてやりますんでね、一回前から押します、はい、あ、これで入ってくるん で、 で今度はすみません、左、これスイッチを逆に入れてあげて、はい、後ろから、はい、そうそうそう、こうやって入ってきますね。ちなみにこれはこっち入らないよね、はい、でこれまたスイッチを入れ替えて、前から押します、あ、これで入ってきて、はい、でまたスイッチを入れ替えます、まあ、スイッチを入れたり、抜いたり、はい、あ、そうそう、はい、もう一回だけいきます、はい、スイッチを、はい、切り替えて、でこっちですね、はい、すみません、後ろから押します、はい、OK です、はい、OK で、で、ここに、ね、対しての意識をね、ここに持ってって軸が使えてるかどうか、これで分かりますね、はい、はい、結構きれいに使えてるんで、これですみません、ちょっと一回口を開けたり閉じたりする、3回、はい、OK です、これでまた普通に一度歩き、はい、あ、楽、楽な感じ、はい、だけど痛みも変わって、うん、痛くはない、あ、痛くなくなっちゃう、はい、そんな形で4つの軸が、ね、こう、まあ、噛むでも使うし、おしゃべりするでも使うし、もっと言うと呼吸でも多分こうして、はい、で、このポンプを使って多分こう血流を上げてるんですよ、うん、はい、そう考えると左側がやっぱちょっと抜けやすい状態であったのかなっていう感じで、はい、まあ、どんな感じかちょっと教えてもらえると楽です、はい、楽な感じで、ね、うんうん、はい、ありがとうございます。